オーパスワンワイナリーオーパスワンワイナリーはカリフォルニア州ナパ郡にあるワイナリーである。オーパスワンワイナリーはシャトー・ムートン、ロート・シルトのフィリップ・ド・ロッチルト・ダンシャクとロバート・モンダビの間でカベルネ・ソービニオンに基づく一つのボルドー風のブレンドを作る合弁事業として1978年に設立された。オーパスワンワイナリーはオークビルのロバート・モンダビワイナリーから カリフォルニア州道29号線を横切ったところに位置する。このワイナリーベンチャーの立ち上げはワイン産業の一大ニュースであった。ドロッチルとの動きは急成長するナパワインに一層の格を与えた。東京ミッドタウン日比谷、デリーも、で、最新スポット限定パフェ。 オーコンニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ433418スラッシュ2018年4月5日閲覧。ジュンコ、渡辺、カリフォルニアのとてつもなく高価なワインロマネコンティと一緒に盗まれた超高級ワインとは日経ビジネスオンライン。 http://biznes.nikkeib.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュレポートスラッシュ20150223スラッシュ2777856スラッシュ2018年4月5日閲覧。オーバーチュアー。 o p パ s ワンワイナ r ー。h t t p s j p o p u s o n e r y c o m スラッシュオーバーチアスラッシュ2018年4月5日閲覧。ありがとうございます。